はい、皆さんこんにちは、ワナリグリビシです。では今回はポケット戦国続きをやっていきたいと思います。まあ、前回小牧長久手の戦いが終結して、信雄家康とは一旦和睦状態、停戦状態です。なのでこの隙に越中笹成政ですねを攻略しようということで、兵を越中の方に集中させています。では続きをやっていきましょう。そうですね、ちょうど官兵衛も行ってきてますね。まずは越中森山城を攻略。で越中森山城が片付いたら、今度はさらに兵を進めていきましょう。ちょっと待ってね、青木隊はさ、いっそ三好の方に回すというのも手ではあるよね。三好。洲本城に兵入れておく。いざという時のために。で、秀吉隊だよね。秀吉隊を。森山城まで進めておきましょう。あとは上杉とは同盟までいかないとしても、親善の大使は送っておきましょう。一鳥橋の戦いのエピソード、今ご覧いただいてます。あの頭上で一気か。沈めてほしいけど、その力はないよな。一気持ちの城に一旦ならざるを得ないが。あの頭上。まあ、ここに寺を建てましょう。金が入ってきたら。
無駄に兵を動かしたけどさ、よく考えたら、秀吉軍は、まで出す必要なかったね。安土城奪還に任せよう、秀吉は。ちょっと兵を無駄に動かして無駄に金を使ってますが。富山城を落としました。で、さらに池田城に向けて常置軍が進軍中だね。じゃあこの城は秀吉が接収する。で、お金があるうちにまずは親善。あとはそうだな、ちょっと確認しておきたいのは他の外交を確認する。三好、毛利、前田、この3県に5000ずつ積もう。で、その後に、いい寺をね、建てて回りましょうか。京にいるのはでも一人だけ？くー、微妙だな。そうなると順番で言うと、三好からだな。ここにかに才蔵がいるね。才蔵は雇いたいな。ただ今武将に余裕がないからね。ちょっと待ってね、一人どっかに溢れてるね。どこにいる？ちょっと確認しましょう。武将詳細。大阪城に官兵衛がいるな。で、官兵衛を出す代わりに、いや、招集する代わりに誰か一人動かしてもいいな。戦力的にならない人間はっていうと、ここにはあんまりいないんだよね。みんなそれなりに強い。織秀政かな。織秀政を京都に入れよう。いや、簡単に言ってくれるわ、本当に。こっちは金がなくて結構辛いのに。成政は登用する。他は残首。残首。残首。OK だ。これで、ほぼほぼ固まったよね。
で、表情を開いていきましょう。建設。秀政は、あの頭上で寺を建てさせよ。で、新しく取った富山。ここにも寺を先に優先的に建てたい。で、秀長軍も美濃近辺に集結させておきましょう。まあ、岐阜に入れればいいかな。秀吉はあの頭上にいるんで、あの頭上から移りましょう。秀吉はそうだな、安土あたりに移しとく。いったんで、で、あとは親善、毛利で、この後は利家にも送りましょう。松倉城で一気か。早いな。ちょっと待ってね。だったら、おっと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 。いやー、松倉城の一揆が終わるまで松倉城に兵を入れておくべきでしたね。松倉城にはすぐにでも採掘所建てたいんで、さっさと落とさせましょう。で、では松倉城に勝本に命じて採掘所。金が足りない。これで、そうか、カニ才蔵もまだ呼んでないもんね。で、すすきだ兼助、年齢14歳には見えないこの迫力の風貌。足柄適性が12は悪くないですね。さあ、金2万かけて、金がすり減らないうちに。そろそろ城の内政を自動化しちゃった方がいいかもね。もうちょっと自分でしっかり、まあ、道しるべじゃないですけど、段取りをつけてからの方がまだいいかな。
三好がちょっと追い込まれてきてるな。長宗我部軍の前に。まあ、いざとなれば四国へ渡海できるように洲本城に青木隊を入れてあるので、これで様子を見ましょう。だ、今日駅間中のまま、まだ人がなかなか帰ってこない。帰ってきたね、元高が帰ってきた。では人材登用する。秀山さん元高両方帰ってきてるね。すすきたどこにいる。すすきたさっきはよく見ないでピョンと飛ばしちゃったけど、まあカニサイズだな。一人はで、もう一人、うーん、神前じゃない、人材登用。どこだっけ、ちょっと探すのに時間がかかっちゃいた。すすきだ金助、さあ寺はもう建つね。寺さえ建てば OK なので、秀長軍を今度こそ岐阜に移します。よし、カニサイズも入ったね。では外交を確認します。みんな80以上だね。利家だけ60か。じゃあ利家のところに金を包みに行きましょう。いい加減利家もこちらに屈服してくれればいいんだけど。さあこれでまた金が入ってきたけど、入ってきたけど苦しいのが懐事情だね。これ以上武将の数増やすのはかなり厳しいな。建設、ここしばらくはね、ちょっと軍事面に金を使ってきちゃってましたけども、この先は少しばかり金をまた稼ぐ方向に行かないと。金が枯渇してますね。とはいえね、軍は動かすんですが、長宗我部と開戦します。
岐阜に入れる予定だった？だね。秀長軍も九州へ下校。三好と停戦なんかさせないよ。開戦する。長宗我部隊をここで一刀のもとに撃破。長宗我部ただわからないのがどういう編成なのかですよね。もしかしたら鉄砲をむちゃくちゃ持ってる可能性があるんで、その時だけ鉄砲隊相手にどう戦うかっていうのは、まあ、要注意というか騎馬隊がいない以上かなり苦しい戦いになるが、いないね。いなければ安心。よし、鉄砲隊で撃ち減らせ。三段をすぐに補充する。よし、三成も三段打ち。切り込みたい。他は槍ブスまで正面を固めます。ウコンも正面固める。前の長安も正面固めましょう。ちょっとここ加藤義明がピンチか。かといって加藤義明のところに兵をプラスアルファする余裕ないからな。さて、そしたらここもコブを使って一旦士気を回復。三段打ち、宇治里の三段打ち。よし、このまま一旦ちょっと見ないうちに左翼が崩れてましたけど全体で勝てたのでよしとしましょう。
から攻めに切り替える。そしたらここは徴兵をかけておきます。四国征伐ですね。はい、というわけで、じゃあちょっといい時間になってきましたので、今回は一旦じゃ あここまでにさせていただいて、次回ですね、この四国征伐の続きをやっていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。